これで惨劇を起こすも起こさぬも、誰に起こすのかさえもそなたの思いのままであるな。だがそれを使うことに両親の呵責はないのか？別にありませんわ。だって私とリカが一緒に暮らす未来では惨劇など起こりませんもん。それ以前のかけらの出来事なんてなかったも同然でしょ。私が最後に選んだかけらが唯一の世界になるんですの。その過程は全て夢は幻と同じですわ。そなたはつくづく繰り返すものとしての適性があるな。何度も言いましたわよね、エイワさん。私勝つと決めたら絶対に勝つんですのよ。リカと一緒に雛見沢で暮らすその未来を私がゴールとする以上、それこそが約束された絶対の未来。待っていてくださいませ、リカ。大好きなリカ、二人の幸せな世界はすぐそこですわ。次回、日暮らしの泣く頃に、卒。